ちらが丸岡物流センターに隣接しているエコセンターです。ハーツ各店や宅配センターの戻る便を使ってエコセンターに転送しています。宅配カタログ、新聞紙、チラシ、段ボール、ペットボトル、食品トレー、卵パックなどの一次加工を行っています。エコセンターに入ってきた資源はまず計量を行います。計量を行うことで、どの拠点からどれだけのリサイクル品が回収されたかを把握することができます。こちらが圧縮機です。見てください、大きな機械ですね。こちらの機械は古紙だと約1トンの塊にすることができます。まず投入口に古紙を投入するのですが、この時に異物があれば取り除きます。ベルトコンベヤで運ばれた古紙は圧縮してベールを巻いて容量を小さくすることで、メーカーの出荷がしやすいようにしています。こちらが出来上がった古紙の塊です。押してもびくともしません。わあフォークリフトで積み上げて、一定量たまったらメーカーさんに引き取ってもらっています。柔らかいこちらの食品トレーが、よいしょ、こんなに硬い塊になります。重たいです。はい、紙類で約1年間で5000トンで、プラ類で約120トンの回収があります。はい、物流センターとまず一つ併設していることで、端材の移動が極力少なくて済むということと、組合さんから回収できている複数の商品、原料を同時に処理することができるというのが一つの特徴です。はい、新聞とチラシと OCR 牛乳パック、各種類ごとにプラ類も同様に分別して提出をお願いしたいというのが一つのお願いです。の皆さんが出してくださったリサイクルが少しでもいい資源になるように、生協のエコセンターでは分別を行い、異物を取り除き、適正に一次加工をしてメーカーに出荷をしています。ぜひ生協のリサイクルにご協力をよろしくお願いします。